あれいい目印ですね、かやぶきの家。なるほど、すごいな。苔も見せてますね。あ、本当ですね。深山みたいですね。そうですね。修山城、さあ行きますか。明智光秀が作った城、東条は1581年8月に光秀が津田宗牛と十五夜の月見を楽しんだほか、本能寺の変後に、豊臣秀吉が入城した。そうなんだ。らしいですね。秀吉も来てるんだ。ですね。気をつけて途上してくださいね。ねっていうのですね。ね、優しいですね。優しいですね。で、多分おそらくはあの上ですよね。あれですかね、四角は。ね。うわ。来ますか。攻めろ。どんなもんかな。修山城攻めるぞ。攻めるぞ。ホラガイが。ホラガイです。どん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 。いいですね、人になって。ああ、そうっすね、ハイキング日和。そうですね、こんな感じの道なんですかね。ならいいんですけどね。だったらこのサンダルでも全然ね。絶対それ打つ人も。サンダル、さすが、これがあの足軽。そう、足軽ですよ。軽いので足軽装備。そうです。マジか、すげえ。はい、いらっしゃいませ。今修山城攻めでございます。何名ぐらい来てある？あ、わかんないです。あ、これじゃわかんないです。多分でもこっちはね、対して、あ、でもわかりますよ。さっきお一人いたぐらいです。あ、そう。あ、今も一人。おお。貴重な生き証人ですよね。そうそうそう。この後生き耐えるかもしれない。あー、でもちょっとカクカクしてますね。あ、ほんまですか。あ、ほんまや、電波悪化してますね。これスマホ切っててもライブはちゃんと続くかな。続くわな。え、切れると思います。切れるんですかね。はい、スマホからあのインターネット載してるんで。え、電波は飛んでるから平気なんじゃないですか。これ自体が、あの、SIM がないので、電話回線には繋がらないんですよ。あの Wi-Fi じゃあデザリングみたいな感じで。そうですね。サンダルなんです。あ、でもこれ落とすぐらいは平気でしょ。そうですね、ね、あの電源自体落とすんじゃなくて。もう沢山城もサンダルで。あまりの無謀さに下のボランティアガイドのおじちゃんが、大丈夫か、心配で見に来たって登ってきてくれるぐらい。大手門来ましたね。そして道が急にもうここで山に変わります。なかなかの山です、ね、でもほぼ植林されてますね。そうですね。行きますか。はい、どうぞ。ここ遅いんで。じゃあ、あの、
切り込んでいきますね、僕が。先方。先方。一番槍で。一番槍ですね。ね。お手柄です。よいしょ、よいしょ。どこまでね電波が持つかわかんないんでね、途中で切れる可能性が高いです。その場合は一応また、動画として普通に、GoPro で撮った綺麗な映像を出しますのでね、よいしょ。よいしょ。あ、収山場。あとへは、これ待って。何キロ？なんて書いてますこれ。消されてますね。2か1でしょうね。ええー。2キロあると地獄ですねこれ。2キロ。この道が2キロ続く。言いますね。ね。まあ、おっと、なんか当てにならんですけどね。そうですね。山のああいうのは。はい。うん。うん。うん。気持ちいいですけど。うん。しんどい。しんどい。昨日遅くまで仕事やってます。あ、そうなんですか。寝たのは12時前です。ああ、大変でした。ですね。ねえ。タララ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 ラン。でしたっけ。違いましたっけ。そうもうそんなことすら。よいしょ。ちょっとあの、電波ある方ですね。鹿の城はちょっと登ったら電波なかったですか。鹿の城ですか。鹿の城、鳥取の。はい。へえ。あそこに石垣があるっていうのを知らなくて、ちょっと上の奥でしょ。そうですね。うん。それ見ずに。はい。入ってきましたんで。ああ、次3階に行かないといけない。ああ、見てないですね、この間。見てないです。3階行ったわ、もう。鹿の城なんかでもすぐじゃないですか。うん、すぐですね。ね、10分あれは攻略できるしろ。いやいやいや、のんびり行きましょう。ありがとうございます。スミさんと一緒だと、はい、僕はまだ大丈夫だなと思える。なるほど。まだまだ頑張れる方だなと思います。うん、ね、でもやっぱりこれもね、年を重ねれば、その分疲れてくるんでしょうね。20代だからそんなんでしょう。あ、じゃあ大丈夫ですね。なのに城を巡るというね。そうですね。うん。だろう、チャレンジャー。
暑いですね。これきついですね、結構。これ階段になってないですかね。いや、もしかしたら昨日の雨で、はい、ずぶ滑りかなと思って。ああ、それはまだ大丈夫そうですよね。でもなんか一気にこれ登り切って、はい、で尾根伝いにって感じですかね。なんかそんな感じでしたね、もう地形図見てたら。あ、そうですか。はい、じゃあもうあそこまでですよ。いや、いいね。すごいな。ふう。これこのペースだと、はい、イノシシラーメン余裕でしょうね。ゆっくり行きますか。そこまで計算して言うわけないですけどね。じゃあ、まあ、こんなもんすわ、私のスピード。いや、いやいやいや、違います違います。多分10時ぐらいにはいるんじゃないですか。なるほど。うん、もっとゆっくりかな。早く行ってもね、閉まってますね。そうですよね。倒れちゃった杉の木。あー、これ触ると花粉出てきそうですね。ブワーって。春ですかね、杉は。そうですね、春です ね, ね, ますね、うん、ていうかこの葉っぱって杉の葉っぱやったんですね。よく山で落ちてるけど、痛いんですよ、これ。これヒノキですか。違うかな、こんなまっすぐ。いや、でも杉ですね、このまっすぐね。え、うん、この葉っぱのチュンチュンは、チュンチュン。ふぅ、とりあえずここ春は来ちゃダメですね。花粉症じゃなくても花粉症になりそうな。キノコ。え、今から子供でも産むんですか。これは掘り切りではないですよね。これはまだでしょう。まだですよね。まだ途上路じゃないですか。あそこ行きました、坂本城。石垣が今見えてるそうですね。あ、そうですか。はい、僕前見ましたよ。あ、そうですか。てか1個か2個しかないですけどね、石垣って言っても。ポツポツって岩があるだけ。え、行ったんですか。まだ、あ、まだ行ってないです今。うん、琵琶湖の水位がマイナス60センチぐらいなんで。あ、そうなんですか。はい、あ、じゃあ結構ガッツリ見えるんですかね。へえ。スミさん、大変。どうしますか。1って書いてます。1。何の1でしょうね。1。1号目。1号目か。一の丸。それは違う。ね、それは希望的観測すぎますね。これ10まである1の1だったら地獄ですよ。もう帰りましょう、ここで。3つのうちの1つです。うわ、これまた急ですね。あら、ほんまですね。さらに急。あ、でもあっちに迂回してこう巻いてます。ほんまですね、よかった。
あの上だったらいいんですけどね。はい。多分もう到着。絶対イノシシラーメン無理ですよ。食べられない。違いますよ。違いますかね。手前にね、二の丸があるはずですね。まあね、そうですよね。お、息整えてゆっくり登ってください。リポートしながら行くの大変ありがとうございます。のんびり登ってますよ。大丈夫ですよ。行けますか？休憩しますか？水飲みましょうかね。はいはい。倒れる。あんまりですね、あのコメント、はい、ちょっと読めない、あの登ってる間読めないので、あ、すいません、後でまとめてお返事する形になるかもしれませんが、読み上げあると便利なんですけどね。 YouTube ですか？え、どうなんでしょうね。YouTube、うん、読み上げあったような気がします。また設定見とこう、うん、アプリで、アプリで、はい、棒読みちゃん、うん、さあ、だいぶもうあとあそこで一旦最頭頂部、最上部、最上部、うん、うん、で一旦下って、なんかもう一つ高山がありましたね。マジっすか？地獄ですね、うん、それ。え、この山越えた違う山なんですか？いや、そんなじゃなくて、うん、ちょっと下って、うん、さらに奥があって、嫌です。いや、やめてください。帰りましょう、うん、もうあの多くの中山城どうしようかなって考えてる方にこの動画をお届けして、うん、でも思いとどまらせるのが今回の使命ですね。なるほど、うん、重要なミッションでございます。やめといた方がいいって登ったとこで何もないぞと。確かに。まあ石垣があると聞くとね。石垣に対して。そうですね。行かざるを得ないですけどね。ちょっとでも悪い道が、なんか土砂崩れのまんまみたいな感じになってますね。侵食されてますね。ねえ、うん、これ下手にちょっと滑ったりしたら、そうですね、行っちゃいますね。これは重装備の、ね、止まらないですよね。ピッケルがいりますね。そうですね。ピッケルじゃ止まらないかな。アイゼンも必要。あ、アイゼン、うん。ね、うん、よ、よいしょ。多分あれなんでしょうね、あの景色良くするために行ったんでしょうね。ああ、前にね。確かにね。余計に。はいはいはい。あ、これ倒れてますね。普通。あ、ほんまですね。根っこが。根っこが露出してますね。怖い、うん、
中山城あと本丸までこの通りがどうだらこうだら自然を傷つけないようにしましょう。なるほど。はい。あ、鍛冶屋って書いてる。鍛冶屋があったんですか。ほんまや。もう狂わなんですね。じゃあですね。うん。へえ。鍛冶屋があったんだ。鍛冶屋さんも大変。材料5分ね、はい、こんなところで作業するんか。これあれですかね、死体でもあったんですかね、この奥に。ね、京都府警とは書いてない。そっか、うん、じゃあのホームセンターで売ってるやつですかね。おお。あ、景色もいい。そうですね。ね。開けましたね。開けました。じゃあもう本当あれじゃないですか。本丸じゃないにしても、はい、車が続々と出てくるでしょうかね。からが見どころと。NHK、NHK だってなんで？電波塔が。電波塔はありますね。あ、上にありましたね。そういやさっき電気も来てますよ。おお。これ埋まっとんですかね、線が。埋まってますね。すごい。なんかすごい埋めた人すごい。すっごい上行ったなんかこう、うん、温泉施設とかの、うん、いろいろあったりして、ね、入りたいですね。じゃあ、お、うん、いいですね。あ、綺麗。何の町ですかねあれ。京北町ですね。京北町。へえ。これをずっとあの奥へ行くと、うん、鞍馬の方へ抜けたり、あ、反対北に向かえばあの美山の方へ抜ける。美山にも、ね、へえ。ここから京都府最高峰の、はい、稲子山が見えるかもしれない。あれはどこでしょうかね。美山違うか。あっちですね。あっちの奥行けば、はい、まっすぐ行って、今見えてる山々を越えると三山です、ね。あ、そうなんですね、はい。なんかこっち白いけど、あっちは建物が黒いからかやぶきっぽいなと思ったけど、ただ日陰なだけですかね。ですあのかやぶきはね、うん、山の向こうですから、ここから見えない。そうなんですね。はい、残念ながら。すごい鉄塔ラインですよ。おお、いいですね。鉄塔マニアにはね、たまらない。あ、地獄。え、傾斜が地獄。なんでしょうこれ。直通ルートと巻き道とあるのか。どっちも行けますけど、どっち行きます。うーん、なんか意向がありそうな方がいいですよね。だったらこの上でしょうね。ですね。で、帰りこっちから降りましょうか。じゃあ了解です、ね、その方が絶対安全ですもんね。ちょっと待ってくださいね、はい、これ。ほら、立ち入り禁止が切れてます。あら、そっちにも切れてますね。でこっち行かない方がいいですねっていう可能性ありますね。なんか地図見てみましょうか。鍛冶屋、鍛冶屋まで来ましたね。鍛冶屋からよっ、鍛冶屋途上、これですかね。あ、こっちですかね。こっちかこっちでしょうね。こうか、ここですね。じゃあということは、これは今登ろうとしてるところはここかな。あれね、で この横を通れって書いてますもんね。ですよね、巻いてますもんね、うん、ね。でただここにあの火があるんですね。
あ、こう行けますね。こう行ったらいいんだ。なるほど。こう行ったら。だからこっちか。こっちから回りますか。ね、安全な道で、はい。二の丸的な感じですかね。そうでしょうね。二の丸か。でも火があるから、本丸？まあ、いずれにしてももう到着ですね。なるほど。うん。来ましたな。イノシシラーメン！イノシシラーメンか。早めに開けて。早めに開けて。早く着いちゃいました。もうできてるやろ、1時間前には。多分ね、仕込んでると思いますか、ね。ですよね。うん、鍋の火を入れておいてもらって、そう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 、2杯分ぐらいだったら、うん、あのね、あの別鍋でちょっと温めとってもらってね、うん、分かんないです、今頃イノシシ捕まえに行って、おお、そこからですかじゃあ今日開くかどうかも分からんですね取れなかったらねはい、客様いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、今収山道を登っております、ね、そろそろ電波悪いかもしれない、うん、ねえ、ちょっと尾根に入ってるんで、あ、でも石垣っぽいのがある、あります、はい、おお、ねえ、え、ここは破城されたんですかね、光秀が撃たれて、はい、破却されたってことなんで、なるほど、どうでしょうね、波状までしたかどうかは、なるほど、あれですけどね、まあそれは今から見たらわかるかもしれませんね、はい、検証しましょう、てかこれ落ちたら死にますね、ここ何気に落ちたら止まんないですね、これ ね普通にね、うん、普通に危ないですね、この城あんまり、うん、落ちたくないですよ ね、 ここはね、これあのスマホ見ながら登るとちょっとやばいですね、歩きスマホは、うん、やばいですね、うんうんうん、おお、落ちないでくださいよ、突然声がしなくなったら一応振り返ってください、はい、あ、そんな無言で落ちていけるんですかよいしょ、でもあるなんかテレビのアンテナみたいな ね、ヤギアンテナ、こっちの道が安全とは言い切れないですね、あっち登った方が落ちる可能性は ね、低かったですね、ほんとちょっとなんかずるっと行けばずるっちゃいますね、これね、杉の葉っぱがありがたいクッションになって、よいしょ、これはあれですかね、石垣あったんですかね、あ、ここ一面、うん、あ、でも全体が石垣で覆われてたって書いてましたよね、こんなあったかもしれないですね、ですね、確かにバラバラ石が落ちてますよね、うん、小さいけど、あ、こっから行けますね、ついに、そうさ、なんか、うん、カレーが見えますね、前方にね、あらあらららら、やっぱこの上が近くですかね、ここやっぱ二の丸ですか、二の丸ですかちょっとびっくりするぐらいの斜面です ね正面が壁ですね、あれ壁ですねこんなことね、ファイバーが、はい、いらっしゃいませ、よいしょ、中盤上、兵糧の炉ってこんな字でしたっけ、そうですね、はい、糧、ね、ですね、糧、あ、通れない。あら。え、兵糧蔵。こんな感じで平坦になってますね。行く
草病状しましょう。今ここですよね。ですよね。ここですよね今。うん。書いてます。でここが地獄があって。ああ。だからさっきの景色の良かったとこは下ですね。うん、この辺あれこの辺ですか、ね。そうですね。でやっぱこれがあるのが。あの先ですよね。あっこう登らなダメなんですかね。ここのなんか金網が。ここから行けそうですね。行けますかね。はい。とりあえず 見に行きましょう。ね。よ。よし。しかないっすか。ねえ。来ましたよっていうね。証拠。あ、お仕事頑張ってください。キャンタさん、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、本当ですね、横から。ただ帰り、ワンちゃんこっちの方が安全かもしれないっていうね。どうでしょうね。でも滑りそうかな。うーん、やっぱ来た道の方が。やっぱり何かイベントがないとダメなので、うん、ここであの、はい、転がり配信。なるほど。配信者の鏡ですね。ですね。あ、電線。埋設。埋設。トイレみたい。公衆トイレみたいな。そういえば NHK 集山何チャンネルで入ってましたね。ああ、そうなんですか。はい、へえ。お、似てましたね。うわ、まさかのこれじゃないですか。それ、このあれじゃないですか。あれ NHK 違う。あれ NHK か。あ、あっちか。これを写真に収めて書いてしまう人が続出するという。NHK 違う、こっち。集団場あとあとかっこいい。よし、どうぞどうぞ。ここ絶対ここが安全そうですけど、どうでしょうかね。ほんまですね。あと、あ、でもやっぱちょっとお尻つかなきゃみたいな気もしますね。はいはいはい、お尻がちょっと落石、転石しそうですよね。そうですね。やっぱさっきの道かな。ここはでも景色いい、確かに。茅葺きの家とかないですね。もうちょっと奥行けばあるかもしれない。これでも本当、あの地図くれてなかったら、あ、ね、ほんまっすね。あのここで、あ、到着か、ほんまあるか、帰ろうかでしょう ね、 ね、まさかもう一段隠れてますから ね、 ね、あるとは思わないですよね。うん、そのためにこの、うん、面白ガイドが役に立つと。いや、僕はここはもう二度と来ないです。二度と来ないです。しんどいです。中山城移行ツアー、阪急交通車だったらどうします。いや、もうあのあれですね、うん、参加料1人10万円で。はい、110名様いらっしゃいます。今中山城に登っております。もうそのレベルじゃないとあれですね。なんかもうこれ登りたくないですね。平山城の中まだ新聞。うん。平山城な。まあでもどうでしょう。雨降ってたら無理ですよね、ここ。あ、ここ雨は無理ですね。ね、ダメですよね。うん、ずりずり。うん。しますね。ね、死にますよね。死にますね。うん。
こ今日はめちゃくちゃコンディションいいですもん ね、 まあ多少濡れてますけど、はいはい、昨日の雨で、はい、でこの、うん、ちょっと雨上がりの日に登っといてこうね、はい、地盤の様子を確認すると、ね、なるほど、プロのプロのね、そうですねそうでしょう、そうでしょうあ、石垣、石垣ですね、これは確実にね、そうですね、ガキですね、ガキです、ガキがありました、グリー氏も、うん、あーこの辺に一つ目の小口っぽいのが、うん、ここでしょうか、あです ね、 ここです ね、 ね、あそこにも石垣のラインが、ね、あ、あるある、ありますね、矢印が書いてある。こっち。うわ、ちょっとこれえぐないですか？あ、これがまっすぐ、うん。こうですね。左に巻き道やりますね。巻いてますか？あ、びっくりした。さっきのあの火のとこよりきついやんこれと思って。えぐいえぐい、あ、山頂着いたらこれバッテリー変えないかんすね、はい、うん、今50分、お、結構かかりますね、ねえ、まあ、うん、道の駅からですし ね、 そうですね、お寺さんもお参りしましたね、あそこバイクってよかったですね、うん、今から登るんですかって言われて、はいって言ったら、はあ、パンフレットお持ちでしょうか、ああ、いや持ってないんです次登山口分かりますか、すみませんありがたい、ありがたかった、本当に優しい、はい、皆さんも必ず自願寺さんによって御城印を買って、はい、買ってで黒光くんを見てから、そうですね、登ってください、はい、黒光くん見てないですけどね、うん、黒光くん僕らは帰りに見ます、帰りに、はい帰り素通りしたりして疲れすぎて忘れてたよいしょ、ってことはやっぱ2時間いりましたね、いりますね、もっといりますね、なんなら、ふう、お景色がええよ、もうちょっとあと一息、スミさんの GoPro マックスですね、それ違いますよ、ちゃうんですか、これあの補助バッテリーが、あ、ああ、あ、いいな、補助バッテリー6時間ぐらい、あ、いけるんすか、6時間、へえ、あ、それ買おうかな、え、でも大きさがえぐいですね、そうですね、重いですねそっか、あんまり6時間回すことないですね、僕続けてはよいしょよいしょあれあれ、こっちか、はい、いらっしゃいませ、ね、こっちですね、こうか、やばい、あとバッテリー 13% つくかな、上まで、よっよっ、あ、くぬぎですかこれ、ここは職人ない
ああ、自然林。でも葉っぱで道見えないですもんね。はい。さあ着くぞ。まもなくゴールの時を迎えます。石垣を横目に、まもなく四角部に途上完了です。1時間の時間を要してここまで来ましたが、二の丸か、二の丸です。ここが まだ二の丸っすか。いやでも見えてます、一個上に本丸。お、残ってます ね。ちょっとここで一旦バッテリー交換しようかな。 OK です。続きをめっちゃ急ですね。あ、その先あこ登るとかじゃないっすよね。登っちゃダメですね。うん、この先ね、だから極東はやめましょう。極東はやめましょう、ね、でここは二の丸で、二の丸で葉の上が本丸でしょうね、多分 ね、うん、さあ上がりますか。行きましょう、ね、攻略です。攻略開始。二の丸、ウォー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 、ドン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 。ああ、全然人いないからね。あ、これも小口。あ、本当だ。小口っぽいですね。多いっすよね。うん。南と北の補助口って感じ。けど崖ですよ。これは登れないな。これは崖やな。うん。えぐい。あ、大丈夫。大丈夫です。でもこれ散ってるのは石垣の石ですよね。苔むしていい感じに。ボロボロに崩れてるな。天守台があったはんってことなんで。この上にあるんかな。あ、おはよう、ペペさん。おはようございます。おはようございます。これも石垣。みんながなんかここ来たら必ず結構立派な石垣の写真を撮ってるんですけど、どこなんでしょうね。うん、まあ壊さんでしょうね、時代的にも。へえ、なんだろう。本丸だ。あ、石垣がある。あります。あ、リスだ。リスがいました。リス、あ、お財布とか取られないですか。僕が取って食います。お財布持ってなかった。僕も持ってなかった。裸済みです。同じくです。じゃあ集山城跡、集山城跡、改めて集山城主角部でございます。おはようございます、ゆきなさん。さあ着きましたよ。光秀築城1579年、集山城跡でございます。はい、みっちゃんが作ってやられて、で潰れました。標高509メートル、黒山山麓で、高いとこなのに石垣があるのがすごいねっていうね、そんなお城でございます。
マルコさん、おはようございます。ちょっと電波はさすがにね、山の上すぎて悪いんですけどね、ちょっと今がここが多分本丸で、そこが天守台どこですかね、ど真ん中かな、この辺かな。ちょっとぐるり探ってみましょうかね、この辺をね。ただただ水、ここが一番高いかな。ただなんだろうな、この綺麗、真ん中が割れてる穴蔵でもあったのかな、天守にね。これが天守台で、天守穴蔵地下があって、だったらこの構造もわかりますがね。で、土塁で、井戸かな、これ、井戸以降。井戸以降ってどっかありましたよね。よし、ちょっと地図見てみようか。ね。はい、ペペさん、改めまして、おはよう。この辺、井戸っぽいのありましたね。ね、ここね。よいしょよいしょよいしょ。井戸、井戸、え、井戸どれ、井戸これか。あ、井戸この下、え、ちょっと下ですね。下がらなあかんが、危ないですねこれ。あ、でもここ水の溜め場って書いてますよ。ここは水の溜め場なんですね。ね。で、天守台とかは乗ってない。多分ね、ここが天守台でしょうね。じゃあ見どころとしてはもうないですね。あと井戸、井戸ぐらい。うん。ね。ここ、うん、土塁、いや、ここが天守台、ちょっと見てみよう。ちょっと回ってみましょう。ちょっと回ります。うん。すごいですね、さっき放送開始して、はい、あ。おはようございます。到着しましたっていうのすごい。いきなりね、いきなり。ずっとやってたけど、ずっと見れない状態でやってたっていうね。まあ、動画ですいません、皆さんまた出しますのでね。限定公開。到着しました、ね、はい、到着です。秀山城行きたい。秀山城はあの、さ、僕はもう二度と行きたくないです。あの、絶対に靴で来てくださいね。はい、そう、サンダルで、サンダルでは来ない、来ないでください。身をもって確認、うん、そうですそうです。僕サンダルで来たらどうなるかっていう説を立証するために、僕はサンダルで来ました、あえてね。決して家に靴がないからではないです、うんうん、なるほど。ないんですけどね。ないんですね。ないんです。こっちに水場、あ、井戸跡があるとのことなので、あ、行けそうですね。あ、雪きれいになった ね、うん、あ、すごい、こう広がってたんですね、こう放射状というか、なんていうかな、こう主郭を中心に。あ、石段もこれ絶対当時のまんまですよ、これですよ、ね、かっこいい、この石段、かっこいい石段、お、認定されました。はい、ここかっこいい師団に認定しました。はい、うん、あの地図に書き込まないかっこいい師団、ここ、ね、あ、いや違うな、あ、これってあれじゃないですか、杉のせいで隠れてないですか、これ石垣が ねえ、ここっぽいですもんね、こうザーッと、うん、ここの写真かな、うん、山にサンダル危ないですね。ね、本当にね。良い子は真似しちゃいます。うん、良い子はやめときましょう。はい、悪い子はどうか知りませんけど。うん、好きにしてください。
天守台跡から眺め良くない。ちょっと後で本丸またもう一回見ま す, ですよ、ね、この下にとりあえず、あ、井戸跡あるある、あそこに、うん、本当ですね。で、よいしょ、やっぱ遺構がないとただの山登りじゃテンションが上がらないですよね。ですよね。あ、ここがあ、ここかな、写真撮ってんの。あ、ちょっとしたもんやけどですね、ちゃんとありますもんね。葉っぱどけてほしいです、葉っぱ。そうですね、ほうきが必要ですね、次ね。あの、余裕のある方はほうきをご持参の上、竹ぼうきで。ここもちゃんと組んでますね。ね、ここ、ね、あ、小口になってますね、ここね。ちゃんとちょっと下から見てみよう。寒い、急に寒い。なんかさっき暖かかったの、風が。ここがこう登って、あそこで一回折れて、で登って、ここいいですね。いいですね。ここかっこいい石段に認定いたします。はい、ドドン。懐かしいな、ドドン。あ、あ、ありましたね。ねえ、かっこいい石段。そして井戸跡、井戸跡、こちら、こちら、どちら、え、ちょっと待って、どこ、は、井戸跡、こちら、崖なんですが。いやいや、しかも怖いレベルの崖。え、これ降りろってことですか。でしょうね。ですよね。こっちに降りたとこですよ。こんな稜線で井戸を掘ったら大変ですもんね。ね、いやいや、これ降りれないよ。そこまでして井戸跡見たくないわ、わし。いや、行ってもいいんですけど、帰ってきたくないです ね。あ、ここか、この道か。これですね。ね。これを行くと井戸に行けるという。あ、あれですね。あそこですね。ありますね。あの奥に穴ポコって開いてる。なるほど、なるほど。ね、ただ命。あ、大丈夫か。行きますか。行ってみますか。はい。では、せっかく2時間登ったし、あ、じゃあ1時間か。そうですね。いや、どうぞ、すみさん。はい。はい。背中姿は撮っても大丈夫ですか。おい。え、やっぱやめとこうかな。すみさんの映像を、見て、そう、あ、そうかーっていう。なるほど。あ、これきついですね、結構。ここで落ちた。ね、落ちました、すみさんみたいな。いけます？はい、いや、これね、ただ僕ね、踏ん張りが効かないんでね、これ。サンダルなんですよ。よ、ちょっと普通に尻餅つきながら行こうかな。あ、いけたわ。カード落としました。ゲームのカードを落としました。井戸跡、はい、ちゃんと作ってますね。お、石で囲ってね。あ、本当だ。うわ、すごい。これは来た価値ありましたね。ねえ、ちゃんと石で。あれ多分下の枝とかのっけたら水溜まってそうですね。そうですね。本当だ。枝だまりになってる。枝だまり。いや、これいいですって。これ。はい。良きです。さあ戻ろう。もう見るもんないですもんね。ないですね。あと西の丸っぽいのありましたけど、どうします。西の、あ、あっちです。はい、あ、何もなかったですもんね、でも。上から見ましょう。はい。どうですか？上からね、見れなかったですよ。さっきぐるっと回ったんですけど。あ、じゃあちょっと近づいてみましょうか。うん、まあ、石垣がね。あそこね、太陽当たってたんで、もしかしたら景色が。ああ、いいかもしれない。じゃあ行きますか。そうです。途中、さっきの格好石垣から、トラバース下行ったら行けそうです。なるほど。かっこいい石垣行きましょう。じゃあ戻りましょう。よよよよよ、こっちはもう
地獄と化してるからね。すげえね、なかなか。はあ、でもここがいいな、やっぱり中山城格好石垣ね。はい、面白さん、面白さでしょ。何でもいいですもん。あの最近のやつ名前変わるんです。サンダルおじさんにしましょう。サンダルさん。異名ですね。異名。ここかな。サンダルで登る。あ、いた。ねえ、途上日和ですよ、今日、ハッティちゃん。ねえ、急だ。急でね、これ、ちょっと油断したら、落ちて死にますからね。はい、ここは大丈夫か、段がある。あ、すごい。なんすか？石垣です。ありましたね。ねえ、ここですね。これか。ここがベスト。ベスト。ここはあれですね、かっこ石垣ですね。あっちかっこ石段です。え、あっち何でしたっけ。かっこ石段ですよね。はい、かっこ石垣ですね。おお、よいしょ。あ、本当だ、本当だ。そうそう、おっしゃる通り、ここから見えますよ、ね。あ、すごい、これかっこ石垣ずわーっと。危ないよ、でもね、危ないです。お、石垣エキスが。よし、交代しますか。はい、ここ綺麗ですよ。了解。あ、大丈夫ですか。行けますか。よし、ここはみんな降りてますね。うん、ここは降りなきゃダメですね。うん、ポイントで、ここが、あ、なんか看板あるよ。高屋、高かってたの、高城がいたの。高屋ってなんだ、初めて見た。で、あの、これ鷹っていう字がの鳥のことをあまりに軽視しすぎて、こう鷹ってこう、もうギリギリここに鳥が入ったぐらいで、矢は通常営業で行ってしまったから、このタレがこう、こう同じやつにするとこっちがこうなって、こっちはもう収まるっていう、あの石鹸作り直そうよ、そこまでしたら ね。というお話でした。高屋って何ですか。高屋を買ってたとこじゃないですかね。あ、やっぱりそうですかね。高屋売ってないでしょう。ねえ、いらっしゃいませ。どうなんですか、ね。あ、ダメだ、ちょっと電波がないですか。悪くなってきた。ないですか、やっぱりこの、うん、境目ですからね、あの電波ありますね。ね、au あります。あ、一応あるんですけど、結構カクついてますよ、こっちも。ジョコモも影とか、うん、あ、そうですね、これ登ったらほんまですよね、多分ですね。はい、はあ、はあ、登ろう。かっこ石垣見れたね。ここも石組みがあるけど壊れてる。やっぱさっきのとこだ。じゃあ復習します。天守台の上で復習します。これ本丸を土塁線が、土塁が囲んでる、こう側をっていうのも見れましたね。ああ、確かに登るのが楽ならいい城だな。もうちょっと楽に登りたいな。
ここ。よいしょ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 。ね。ちゃんと石垣あるもんね、ここに。ねえ、これ天守台なんだろうな。けど、変だな。変だな。景色は悪いですね。林、一面林に囲まれて。一個下のね、まあ、ちょっと帰りなんで見ましょう。二の丸から見た景色が一番綺麗。うん。よいしょ。二の丸じゃないや。その下か。もう一個下。から見た景色が一番綺麗でした。あ、でもな、黒光くん見たい。見たいよね。みんな、黒光くん見たいよね。じゃあバッテリー置いとこう。降りるのは省略。登ってる時の動画また出しますから。そこで確認してください。景色は、あ、ここ、これ見たらわかるかな。この、ここ、3番のここが一番綺麗だった。うん。ね。観音村。下にまだあったんだね。だここまでしか行ってないもんね、多分ね。あ、違う、こっちか。こっちに行ったのか。こう来たから。こっち？崖だよ。崖だよ。もう今や行けないのかな。こっちに観音だから、あ、ここ下に確かになんかこう続いてそうな道があるね。こう お参りするような場所があったのだろうけれども、もう歩きとうない。森の声が聞こえた。秀山城ね、面白そうな縄張り本当にね。あ、梅太郎さん今山の中にいるので、いや、もうそんなに長いことやらない。あ、やっぱそうですよね。天守台の小口だから真ん中が穴蔵になってたってことかなって思ったんですけど、これが崩れず当時のままだったら変なね。天守台へのね、これね、なん崩れたんじゃないのかな、わかんないですけどね。1時間登りました、大体。うん、急だよ。今日他にはもう行かないです。うん、このあとね、一緒に来てスミさんがお仕事があるんでね、イノシ、黒光くんを見てイノシシラーメンを食べて帰ります。で、黒光くんは普通にもう配信しないです。多分もうパッと見てパッと終わるんで。うん、で多分配信ダメじゃないかな、お金いるところでね、生ライブはね。だからまあ動画に撮ってまた出しますね。うん、だからまあいいお城でしたね。井戸とかっこいい石段とかっこいい石垣ね、これを見てください。これは、場所は、この辺が移動。いって書いてる移動かな。わかる、違うかな。この辺移動。いろはのいいかな。で、ここかっこいい石垣。あ、じゃあかっこいい石だ。で、ここかっこいい石垣ね。うんうん、そうです。これね、うん。これを見てください。あと、ここからの景色が抜群です。ああ、ですね。で、秀山城の碑もここにあります。なんでかここにね。ありましたね。木ここ違いますかね。あ、え、これ二の丸でしょ、だって。ここほら、電波塔、NHK の奥ですよね。あ、そっかそっか。これ電波塔ですね、四角い。で、ここからの景色は綺麗でしたね。うん。うん。中、場所です。はい。じゃあ皆さん、
あの限定公開になってるという落ち度がありましたけれどもね、まあ、ずっと撮ってはいたんで、流しながら、無駄に流しながら、いやでもお一人見てくれてたからね。そうです、ね、見れた方はなぜかいるっていうね、不思議な、うん、ということで、今日は集山城またやります。やるときはツイッターで告知しますので、ツイッターでも登録しといてください。あ、でもリンク貼ってなかったかな、もしかしたら。ちょっとまたあの YouTube の画面にツイッターのリンクを貼っときますんで、はい。もしくはまあなんかいろんなお知らせ方法でね、お知らせします。西の丸、うん、そう、西の丸はぜひ行ってください。そう、これね、西の丸方の西、え、北はどっち？だ、西と南かな？ね、に行ってください。南と西と、うん、っていう感じです。はい、じゃあさようなら。